はい、お世話になっておりますテッシーでございます。レベル上げをねしてまいりました。ね、4時間ぐらいやりましたね。4時間ぐらいレベル上げしまして、はい、まあ、そうそう、パーティー編成して4時間ぐらいやってまいりましたよ、これも。はい、パーティーはこんな感じです。まず戦闘陣形、もちろんアマゾンストライクです。でね、能力値、技どうします、装備はまあ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 同じような感じですね。こんな感じでやってますと。でサジタリウス、まあ魔法使いさんがね、ブレスレットとかさ、こんなシルバーリングか、これはねちょっと厳しいと。守備力がやっぱり低いので、もう魔力1上がるんだったらもう守備力上げた方がいいだろうっていう感じでちょっと外しましたね。もうね、200のダメージが、魔法で200のダメージを与えて201になってもしょうがねえだろうと。はい、まあ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 201か分からないけれども、220ぐらいになるかもしんないけれども、だったらもうなんかね、回復薬とかに回って他のねメンバーを一旦でも多く長引かせる方がいいかなと思いまして。はい、で、ライガー格闘家ですね。一応剣持たせてあると。でバイソンさんとグレースさんですね。はい、結構この方が器用で何でもやりますせという感じです。で、まあ能力値結構高くなってるかどうかちょっとわからないんですけれどもね、まあ鍛えましたね。まあ体術も鍛えましたと、槍もちょっと鍛えたと。はい、でただね、技がね全然覚えないんですよね。これなんですよ、結局主力必殺技が音速剣っていうのをね覚えたんですけど、これ後ろの方に攻撃できるやつかな、剣で。これ結局変わらないんですよね。でただ攻撃力自体は上がってる。1000モンスター1000のダメージ与えてたのがなんか1400とかになってるような気がする。はい、であとコークスクリューもちょっと覚えたという感じですね。でサジタリウスさんも戦っていくうちに催眠を覚えて、催眠防御なんていうんですかね、覚えたと。で、ライガーさんもコークスクリュー、マシンガンジャム、これ変わんないのかな、なぜか音速剣覚えたっていうね。はい、バイソンさんも、まあ、コークスクリュー覚えたと。はい、骨砕きも覚えたのかな、これ前覚えてましたっけ。ちょっとねもう上げすぎて分からなくなっているっていうね。でグレースさんが、スネークショット、マシンガンジャンプを覚えましたね。はい、で体術ほら17、結構上げたんですよね。なんか剣が得意、この2人とか剣が得意って言ってたんで、体術とか上げてもなんか世代が変わるとレベル下がっちゃうんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ技ポイントですね、技ポイントをとにかく上げたかったんで、まあ適当に伸ばしましたよと。この格闘家の人も剣をレベルを上げて技ポイントを伸ばしましたよと。まあ今ここまで来たんでちょっと技結構使ってますけれども、ガンガンに使ってもまだこんだけ技ポイント余ってるっていう状態なので、まあ作戦は成功かなという感じです。でサジタリウスさんもね、術ちゃんと覚えさせましたね。エアスクリーンと水舞、防御力アップですね。で体力吸収っていうのもまあまあまあ一応覚えさせたと。まあそうですね、水舞、月光、エアスクリーンみたいなね、こんな感じですよと。はい、でまあまあまあここ来たんですけれどもね、でどこでレベル上げしたかというとね、あのねコムルーン火山ですね。あそこ火山です、月島のとこ。まああそこがそこそこ敵が強くて、まあまあいい感じだったので、そこをね多分ね11階部分をね15回20回ぐらいはね行ったかもしれないです。はい、
でやっぱ技、さっき言ったようにね、新しい技がね覚えなくてちょっとがっかりしているんですけれども、まあまあまあ攻撃力がね上がっているのでいいかなという感じです。でいきなりねこいつに行ってもいいんですけれども、まあちょっと雑魚で試し切り見ましょうかねっていう感じでいきましょう。あー、オッケーです、オッケーです。でアマゾンストライクめちゃめちゃ強い。一番いいのがね、ほぼ皇帝、ほぼっていうか皇帝がほぼ一番最初に動ける。これがでかいっす。パンチでいいかちょっともったいないんで、まあこのね草木のやつはもう弱いんでね、もう一発っていうのは分かってると思うんですけど、もうめちゃめちゃ強いと。ビーストメアですか。まあ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 と、全然大丈夫です、全然大丈夫です。とは言うもののね、ちょっとやっぱり怖い。あー、さっきライフポイント見せなかったか。そう、ライフポイントがねレベル上げてもね結構減らされたんですよね。特に一番上のサジタリウス魔法使い12から6になってますもんね。ベア枠も5減ってますし、まあ44ですね。結構減らされましたね。ただレベル上げ、まあ技術ポイント上げか、最後の方に行くにあたってあんまり死ななくなってきました。やっぱり慣れてきたっていうのもありますね、敵に。こっちが、いや強い強い雑魚もねそんなに強くなってない気がする。結構戦ったんだけどもね、まあこんな感じですよと。結構楽に倒せるという感じです。じゃあまあこいつ行きましょうかね。もうこいつ一ターンでいけると思いますよ。もう楽勝一ターンで、もう一ターンでいきましょうと。この野郎と、もう絶対一ターンでいけるからね。これめちゃめちゃ強いっすから、本当に。ほら1300、まあ400に近いですよね、これ。もうやばくないっていう。技は覚えてないけれども攻撃力がねかなり上がっていると。あれ、あら、あら、いやでもこれで決まると思うよ、思うよ。あれ、あと1回かな。そこまでねこいつは HP 高くなかったよね、確かね。これ決まるんじゃないの。おい、これよ、俺もこんなか、これもんよとよ、よとよってなっちゃいましたけれどもね。いやー、いいっすね。久々にレベル上げっていうレベル上げをしたのでね、ちょっと気分爽快になってますと。まあ本番はこっからですよね。まあ、技ポイントもそんなに減ってない、まあ減ってるけど、まあ行きましょうかとりあえず。いやいやいや、違う違うと。違う、まあ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 、とってもお強いのね。まあお強くなったわ、お強くなったわ、あの時よりは。強いモンスターがいて奥へ行けないの。よし、なんとかしましょうと。では早速参りましょう。さあ頑張ってってほんとのんきだよなーっていうね。いやー、間近で見るとって感じはしますよね。あ、でちょっと装備変えましょう。装備ね、エカテリーナ将軍はね、将軍って言ってますけど、将軍はねちょっとこっちを、あれ、将軍回復役に多分ね回ると思うので、回復しつつ長引きちょっとでも早く行けるようにという感じで行きましょうかね。よし、行こう。とは言うものの怖えなと。まあいいや、行こう。これが守護者か。てん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 っていうね。よし、よし、行くぜ。まあ、行くぜ。行きましょう、戦う。来
ったなこれ。 HP もねそこそこ上がってるんで、で一番最初どうしましょうかね。これ水舞いとかやっといた方がいいのかっていうところだよね。とりあえず工程当てて探索探索で水舞いだな、やっぱりな、こっちかな。でマシンガンジャブだと、ちょっとでも固くしておくと。いいダメージ出すね。あれ、あ、これもしかしてこいつさ、こいつあれか、殴りの方が効くタイプのやつかな、もしかすると。あーでもそんなそんなでもない感じな感じよくわからないんけども、これね陣形崩れちゃうとあれなので、マシンガンジャブやった方がいいか。ちょっと待って待って待って、慌てるな慌てるな。HP、 まずサジタリウスを回復。サジタリウスがマシンガンジャブライガーを回復の方がいいな。慌てる慌てるな。今バイソン、バイソンって誰、こいつか。とりあえずちょっと傷薬使いましょう。傷薬でこの2人傷薬使いましょう。この2人傷薬使って生命の泉でこれ回復してマシンガンジャブだと。とりあえず一旦落ち着け。こんな感じで毒はそんなに慌てなくていいっていう。よし、入る入る入る。強い。いやでもそうそう、回復したからね、回復してるから一応大丈夫だと。陣形は崩れてないと。これぞロマサガ2どういうことだよっていうね。あーでも厳しいっすね、厳しい。いやー攻撃いくしかねえなこれな、なかなか厳しいよねこれ。で、いや、ちょっと待て待て。慌てない、慌てるな。あれ、もう傷薬ねえし。じゃあ、これで、生命で、まあ、自分回復、傷薬で、肯定かな？いや、水舞どこまで持つんだ、これ。持ってるのかどうかすらもう、どうすかね、ダメージ。あー、こっちの方が入るね。いいね。よしよしよし。来い。よし、凍ってきた。おしおしおし。水舞い効いてる。これぞ水舞いの防御力よ。いいね、いいダメージ出すね。いいじゃない。これで回復できますから。で、探索斬り、マシンガンジャブ。で、マシンガンジャブさん回復、マシンガンジャブ。よし、この工程最初のね、行動がでかいんすよ、これ。これはもういけるだろう。いけ、いけ、いけ。くぅ、強え、もういけると思うんすけどね。こんなに強いけ？くそ、くそ、やばい。やばい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 。これちょっと待って待って待って、落ち着け落ち着け。これなあ、こう、いやもう行くっきゃないっすねこれな。これでまた毒とかやられたら嫌なんすけどな。強おお、こうて、あーでも工程回復してっから大丈夫大丈夫。おー皇帝が守ってくれて勝った。2500ですか、大きいですね。ありがとうございます。よし、体術レベルアップ、 HP アップだと。
さすがですわ。こ、なに、これで奥へ入れると。いやー、やりました、やったぜ、おいと。こう、レベル上げかした甲斐がありましたわ。ちょっと嬉しい。で、本当はね、いや、レベル上げしたから、なんかね、ちょっと当然っていう感じがあるからね、なんていうか、心をぐわーって嬉しいわけでは、嬉しいんだけどもね、嬉しいんだけれどもね、なんか、100を超えてこない嬉しさみたいな。いつもギリギリで戦って勝つとさ、なんか 120% ぐらいおっしゃーってなるけど、なんかこう、もうレベル上げしたから当然でしょみたいなね。もう高校受験、大学受験、あ、俺勉強したから受かって当たり前でしょみたいな、そんなちょっと感覚で、まあ、嬉しいことは嬉しいですね。なんていうか、やっぱりレベル、技術上げた甲斐あったなと思います。これ奥行って大丈夫なん、大丈夫なん、お、え、あ、ワープ、そういうことですか。あー、え、ちょ、ま、あれ持ってたっけ、あの、なんか世紀みたいな、あるある、世紀みたいな、森の世紀。あ、大丈夫ですね。モンスターがいても一応大丈夫だと。ん？あ、あっ、あ、いるし、いるし。ここか？ん？真ん中？ん？どういうことだ？どこだ、ここは。やばいぞ、わかんないとこ来たぞ、これ。なんだ、これ。え？え？どこ、ここ。あ、ここは、あ、元の位置か、ここか。あ、で、ここが、なるほどね。で、今真ん中行ったからダメだったから左だな。左、ちょっと待って。特になしと。上にもでも似たようなところあるんだよね。もう一層あるのかな。おっつ。まあまあ、潰していこう、左。どこ真ん中ってあるの？おお！ああ、ちょっと待って。真ん中、真ん中。ああ、はいはいはい。ここ外れだと。そういうことですね。ですね。オッケーオッケー。もう今のね、私はね、もう何でもありだからね。で、左行ったんですよね、まずね。左の真ん中がまずダメだと。左の左はどうすか？はい、オッケーです。もう何度でも、もう全然楽。レベル上げより楽っていうね。いや、ある意味厳しいな、これな。左の右。左の右はどうですかと。おし、来た。話しかけていいの？これ、戦闘になるとか。いやー、どうだろう。ちょっと回復しとくか、一応。まあ、こんだけあれば、基本的に大丈夫なんでね。もう、これ、この技ポイントなくなるくらい長引いてるんだったら、もう、相手死んでるからっていう。よし。よし。オッケー。あなたはロックブーケさんですよね。いきますよ。わかったわ。やっとわかったわ。何が。あらららららら。あれ？ちょちょちょ。この2つの塔は我々の超過、我々ゲーな、そんな感じのメンタルじゃない、タンメルみたいな、100ワード増別次元十分な安定性であります。あ、ここ行けないとこじゃん。あー、これっすね。なるほどね、なるほどね。早いのよ。映像がもうちょっと巻き戻しとか。今のは何、とにかくもう一つの塔があんなところにあるのねっていうところで見れるというわけですね。わっかり、おーつ、え、すげえすげえ、なにこれ、一気に戻ってこれる、めっちゃ便利じゃんこれ。あそこ、ここのさ、上行くと入り口のとこ、あの守護者がいたとこに戻れるっていう、超便利じゃんっていう。
で、こっちはダメだったからこっち行ってみましょうか。これの左は、あーそう、そんな感じで、ここを押すもんね。で、ここ入り口、超便利。もう行くとこないのかな。もうあと全部外れってこと。右の真ん中と左がまだ余ってるからね。真ん中、はい、外れ。もうこれで終わりか。じゃあ次回はあれか、あそこの塔ってことっすね。まあぶっちゃけあの塔もさ、似たような感じだと思うよ。よし、オッケー。お守護神倒しちゃったけどいいのかなっていうね。でこっちとこっちは特になしと。いやー、レベル技術上げた甲斐ありましたねと。ちょっとぶっ倒しちゃったんですけど、あ、全然話変わんないっすね。神殿の入り口、ああ、神殿の守護者。ああ、全然時代動いてないね。時代が動いてない。いや、まあ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 いいや。お、敵がいなくなってる。なるほど。一応ここは終わったと。そういうことですか。了解です。いや、ここ止まれんだ。やった。まあ森の正義ちょっと一個あれでしたけど、まあまあまあ OK としましょう。で、ちょっとね、レベル上げの最中まとめたというか考えてって、あれだよね、武装小戦団、結局あれ解決してないので、そこと、あと何でしたっけ、ワイリン学校、あそこも行きたいですよね。ワイリン学校。てか、この後ろ姿いいね。ちょっと今、この後ろ姿いいね。何フェチなんだよこれ本当に。まあいいや。でアマドネスいいっすね。でワイリン、あ、何、武装小戦団とワイリン学校ですね。あれ、あと一つ何でしたっけ。あと一つなんかあったんですよ、あのラピッドストリーム以外に。これそうそう、ラピッド、そう、体術鍛えたのもね、ラピッドストリームんとこもいけるんじゃねえかってワンチャンかけたんですけど、まあちょっと怖いっすよね結局ね。ああ、結局怖いなと。ちょっとチキンなんで。で、そう、何回まとめてんだと。武装小戦団とワイリン学校と、あとなんかあったんすよ。あれなんだったかな。でとりあえずそこ2つと、ああまあここの塔ですね。塔もなんとかしないとっていうのがあるので、まず塔ですね。行きましょうかね。これまとめた意味全くなかったっていう。塔行きましょうか。ここの上の右側ですよね。海入った、海っていうか。あのね、これ陣形、あ、間違えた。陣形崩されるのは良くないと。さすがにね、厳しい。で、あと、なんだろう。おっつぅ、なんだお前、俺にやられに来たのか。この野郎と。これ、切っていくよ。これ、マジで。ちょ、水まいしとこうか、一応。霊気。なるほど。一ターンで終わる。硬い、あれ？あ、そっか、武器変えてねえわ。武器あいつか、あいつになってるわ。バイソンの方になってるからさ。ていうかこいつ速くない、動き、霊気先動きやがったな。うわ、ちょっともう死にたくないんで、ライフポイントを減らしたくないって。ちょっと待って。そうで、レベル上げしてお金がないんすよ。お金が本当に、武器開発
なんだろう、盾、変な盾開発しちゃってお金がねちょっとないっていうのと、ちょっともう全部探索でいいわ。お金がそう結構レベルって倒してまあまあ強くなったじゃないですか。お金がねマジないんすよ、なぜか。こんなお金たまらないっすかみたいな。今はね国にってアバロンに多分80万クラウンぐらいしかなくて、って感じで。でもまあまあ確かにそうなっちゃうんですよね。あ、でこいつこのねカエル野郎ね、これなんかなぜか知らないけどこのね証券保険このサイドワインダー、まあ何でもいいんだけど、証券の必殺技でやるとなんか一撃で死ぬんですよ。コムルーン火山でめっちゃそれ殺しまくったっていう。でただこのねカエル野郎めちゃめちゃ強いんですよ。ここで光ってね、ここでめっちゃ良くないですかこれ。ふざけんなマジで。サジタリウスやめろ、まあ、やめたれや本当に。もう5しかねえぞあいつ。やばね。でも鍛えてこれですから、もう防御がねザルなんですよ普通に。これはひどいっすね。防御しとく、逆に防御しとくっていう。あ、でも防御だと上がんなくないっていう。もう千切り覚えるかなって覚えたけど全然覚えないんですよね。そうマシンガンじゃ新しいのがね本当に覚えない。ただでもよくよく考えてみたらそんなに新しいのバシバシ覚えても困るよねっていう。他のゲームでもそんな感じじゃん。そんなすぐに必殺技は覚えないよっていう。ここですわな。あ、こうダッシュじゃないとダメなんでしたっけ。こっち右左どっち左。あ、ここいけない、いけない、いけないって。じゃあ、次回、この塔ですね。入っていきたいと思います。今回はちょっと満足したという動画でした。ありがとうございました。テッシーでした。失礼します。